はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病、闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。明日かな東京の方では新しい天皇陛下さん、皇室の方たちの何かがあるらしいですけども、すごいね、東京駅混むって言ってましたけどね。はい、今日はね、予防接種ってあるじゃないですか。僕らそのみんな子供の頃にやってたワクチンとかっていうのがあるんですけども、あれがこう骨髄移植した人って一部できへんっていうのがあるんですよね。で、できるやつは時期は待たなあかんっていう風に聞いてたんですけども、一個だけできへん、したらあかんやつがあるらしいんですよね。まあ、必要に応じて検討してワクチンを打ちましょうっていうのは数あるんですけども、まあ、数でもね、指折り数えるぐらいで知れてると思うんですけども、でもそのそういう、まあ、やってもいいよってやつでも、この GVHD 副作用、フェーズ反応があるうちはやめた方がいいよというふうな決まりもあります。まあ、そんな中、 GVHD 副作用、フェーズ反応がなくても基本的に絶対したらあかんっていう、絶対なのかな、まあしたらあかんって書いてたんで、まあしたらあかんやつが一個だけあったんですよ。それがね、 BCG なんですって。 BCG きっと僕も子供の頃にはやってるはずなんです。でも移植したんで、骨髄移植したんで、もうできなくなったんですよね。まあ、結核菌っていうやつらしいんですけども、あれはどうやら生ワクチンらしいんですよね。生のワクチン。ね、ワクチンね、生も生じゃないのも、なんやろ、焼きワクチンとか茹でワクチンなんかわかんないですけども、まあ生ワクチンはしたらあかんって書いてあったんですよ。移植後はしたらあかんよっていう風に書いてありまして、まあ食べ物の生と一緒なんかな、まあ、さっきもね、焼きとかね、茹でとか言いましたけども、まあだからいっぱいね、予防策はいっぱいせなあかんねんなという風には感じました。まあできる予防接種っていうのはね、先生と相談してやっていくんですけどもね、ちょっとほんまにそういうのを聞くと怖いなって改めて思いましたね。まあそういうリスクはあるんですけども、今命助かってるんで、よかったな、よかったかなというふうに前向きに考えていきますんで、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。